こんにちは、J 代券代表マナムです。お久しぶりでございます。久しぶりに動画を撮っております。で、今日の動画なんですけど、皆様に、これインスタで言ったかな？ある本を手に入れまして、それのご紹介というか、まあ、紹介しようかなというふうに思っております。で、早速、その本の内容はこちらにあります。今さっき開けたばっかなんですけど、こちらですね。こっちか。はい。これ、インスタグラムの方で上げたんで、インスタグラム見てる人は分かってるかなと思いますが、こちら。皆さん見えます？これ。ライフキネティック。そう。僕が指導してるライフキネティックの本。こちらを、ついに手に入れまして、これを、まあ、紹介というか、まあ、今日はとりあえず、まあ、こういう本を買いましたっていう報告の動画。で、これから、僕もちょっとずつこれを読んで、まあ、自分の指導のところであったりとか、皆様にも分かりやすいように、ライフキネティックってこういうものだよとか、っていうものが書いてあれば、その内容を紹介して、あとは僕の実際に指導しているところとこう合わせながら話をしていけたらいいなというふうに思っております。でね、この本、書いてる人が岡田監督、サッカーの元日本代表の監督の岡田さんと、あとは多分めちゃくちゃ多分みんな知ってるんじゃないかな、脳科学者の茂木健一さんの、その2人がこれを書いてくれてると。その2人が中心となって、この本を作成して、出版をしてというふうな形になってますので、まあ、岡田さんはね、ぶっちゃけサッカーなんで、僕のその柔道とまたちょっと違う分野になるので、まあなんか ちょっとそれの人だけだったらどうかなと思ったんですけど、脳科学者の中で、まあ、日本で多分一番有名な人、がこの本、ライフキネティックについて書いてくれてるっていうので、これは多分、まあ、スポーツ関係なく当てはまるものがあるんじゃないかなというふうに思ってますので、僕もこれ読み進めていって、まあ、さっきも言いましたけど、なんか皆様に伝えることがあればいいなというふうに思ってます。はい。よかったら、このライフキネティックっていうこの本、ライフキネティックに興味がある人、このライフキネティックの、まあ、なんだろう、やってることとか、まあ、一応 SNS で配信をしてますけど、まあ、それでも、やっぱね、僕の説明不足だったりとか、表現の仕方が悪かったりとか、っていう風になると、皆さんにお伝えするっていうことがなかなか全て伝わりきらないという風に思いますので、まあ、そういう方はもし気になるようであれば、こちら買っていただけるといいんじゃないかなという風に思います。多分書店で、店舗で売ってるのかな？僕一回も見たことなくて、これは出版されてるのは見たこと、知ってたは、知ってはいたんですけど、そうだね。店舗には売ってないかも。Amazon で僕買ったんで、Amazon なんですけど、まあでもそれでも1300円とかだったかな。まあそんなに高くはないので、まあ、もし興味がある方いましたらこちら買っていただけるといいんじゃないかなというふうに思います。はい。ということで、まあこの本を買いましょうっていう今日の、動画は報告の動画と、まあ、今後、このライフキネティックの本を読み進めて、まあ、いいことがあれば伝えていきますので、よかったら今後出す動画もぜひチェックをお願いします。はい。チェックしたい方はぜひ僕の方チャンネル登録していただけると通知がいくと思います。動画を新しく撮れば。なので、チャンネル登録の方よろしくお願いします。で、あとは、ライフキネティックこちらの本だけじゃなくて、自分自身で、指導してる中で感じたこととか、柔道に対してどういう風に生きるとか、っていうようなことは、インスタグラム、あと Facebook、Twitter もまあちょろっとですけど、発信してます。なのでよかったら SNS の方、下に、概要欄の方に URL 載せてありますので、そちらから飛んでいただいて、まあ、フォロー通していただけるとありがたいと思います。なのでぜ